どうもみなさん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。今回は非売品激レア車両を格安または無料でゲットして、普段できないカスタムをしてしまう方法、2台紹介していきたいと思います。これは初心者さんでも全然できるし、お金少なくても全然できますし、むしろお金がなくてもゲットできるっていう車両もあります。ではまず1台目なんですけども、この撮影をした期間中、シミオンショップに激レア車両が展示されています。 でその車両なんですけどもライフガードの車両ですねこれは普段売られてないんですけれどもここで今購入することができますが実はこれめちゃくちゃぼったくりで高いんですなんと値段が86万5000ドルと超高額すぎますこれ10万ドル程度で入手することができますのでこれをぜひ使って節約してくださいまずはこの車両をレンタルしてください で、招待限定セッションとか他のプレイヤーに邪魔されないような場所で行い、さらにビーチの方に行きます。これ昼でも夜でも出るんですけれども、まずビーチ、観覧車の近くの,このライフガードと書いてある建物、ここに近づくと大体この車両出てきます。じゃあどうするのか。この位置で、なるべく近くに寄っておき、三角長押しで、 このレンタルをやめた状態そしてリスポーンした時にこの車両が視界に映るような位置でリスポーンしてくださいまあ大体この位置で三角を押せば長押しすれば大丈夫ですであとはこの車両を回収するじゃあこの回収した野良車両自分のものにできるのかできます保険をかけるだけですねただそこら辺の野良車よりもまあ保険ちょっと高めになりますので数千ドルでできるというわけじゃなくて ま、10万ドルお金かかります。だけども、もともと86万5千とめちゃくちゃ高かったですよね。ま、あこれが、ちょっとね、12万、11万ぐらいかな。トータル11万ぐらい保険かければ自分のものになります。なので、えー、まず、保険、窃盗のね、ところが2000ドルと、あと10万8125ですね。フル保証プラン。両方つければもう確実に自分のものになります。これで自分のものになるんですが、この車両実は、 ロスサントスカスタムでほぼカスタムできません。何にもカスタム効果はね、爆発物以外ないんですね。なので、これをさらにカスタムしてしまう方法、これ紹介していきたいと思います。まずですね、2通りあるんですけれども、まあ,あんまりおすすめじゃないのからいきますね。まず、起動作戦センター。これ、区画2のところを乗り物ワークショップっていうのをつけているとできるんですが、これ、 区画3を個人車両保管庫とか切り替えるたびに100万とかお金かかっちゃうのであまりおすすめしませんおすすめはアベンジャー乗り物ワークショップこれついている状態であればサービス車両からアベンジャー要請して今ロスカスで全然カスタムできなかったこのライフガードの車両これをなんとアベンジャーでは制限なく 思いっきりカスタムすることができます。ただ、この車両ってちょっと変わっているボディーペイントで、ね、かなーり濃いね、ボディーペイント入ってるので、まあ、色が入らない。そして、このカスタム項目には、ペイントというね、色を入れることができない。ちょっとグリッチとかを使うと色をね、一応入れることはできるんですけど、ほとんどわかんないぐらいですね。なので、まあこのアベンジャーでカスタムできるのがほぼね、えー、まあいいのかなと思いますので、ぜひね、こういった感じで、 普段はロスサントスカスタムでできないカスタム、ナンバープレートとかもいじくられたり、あとはですね、サスペンション、サス下げたりとか、車庫下げたりとか、あとはですね、ホイール、ホイールを取り替えてみてください。これ、えー、クロームじゃないホイールにしてください。そうすると、こうやってホワイトが普通のホワイトよりも明るめ、これピュアホワイトってやつなんですけど、ロスサントスカスタムで普段カスタムできない明るいホワイトが入っている場合があります。そういったときは、 ホイールの種類変えてもいいんですけども、クロームじゃなくて、色が乗っかる方のホイールにしてください。そうすることで、普段んつけられない特別なね、真っ白なホイールが装着された状態になりますので、まあ、これはよく見ると、また普通のホワイトとね、並べてみると、あ明らかに明るさ違いますので、まぜ、あ、ひね、ピュアホワイトのホイールもまあ、ゲットするっていう意味で、このライフガード、簡単に。 えー、入手する。お得に入手する。さらにカスタムする方法。これぜひね、参考にしてみてください。これね、なかなかホイールが変わってたりとか、まあ、窓ガラスが色変わってたりすると、やっぱ目立ちますので、まあ、ぜひね、これね、えー、簡単に今でゲットできますので、えー、ぜひやってみてください。では、続いてなんですけれども、まあ、このアベンジャーを使ったカスタムっていう部分をちょっと応用して、またまた非売品の車両、 まあ普段いつでもね入手できる非売品の車両ではあるんですけれども、初心者戦でも簡単なこちら、ギタートルネードと呼ばれる車両ですね。街中を走っているトルネードとは違い、後ろの席にギターが2本え積んであります。さらに内装ボロボロ、そしてペイントもえガサガサになっている、サビだらけっていうまあ激レアですね。 まあ、映画、テルマ・ルイーズっていうものを再現していると言われていて、まあ、女性2人の NPC が乗っているところを奪うという車両ですまずですね、まあ、普通にカーゴボブっていうものをなくても一応できるんですけどあった方が便利なので例えばこの空港結構カーゴボブ湧きやすいですそれ以外にも南のロスタントス空港とかにもカーゴボブ湧いたりします出現したりしますこれレンタルするのがまあおすすめですね お金余裕がめちゃくちゃあるよとか、すでにカーゴボーブ持ってるよっていう人は、ペガサス車両とかで呼んでもいいんですけど、まあなかなかカーゴボーブって高額で、170何万とか、で、もう一種類のやつは190何万とか、なかなか高いんで、まあ初心者さんは買わなくていいんです。もうレンタル全然普通に拾ってこれますので、まず拾ってください。で、続いて、怪しい村がある近くなんですが、マップで言うとこの位置ですね。この位置にカーゴボブと一緒に止めてください。 で、今2個目にマーカーしたところ紫のところにこれから車両が出現しますただ条件があります必ずこっちのね東の山をずっと眺めているそしてゲーム内の時間19時を回った時に振り返ると出てくるっていうイベントになってますので携帯で時間を確認して19時になったなと思ったらふっと振り返って爆発しない弾のスナイパーとかでこの辺りに出てくる えー、ギタートルネードの運転席、運転手を撃ち抜くっていう風にイメージしてください。あとは、まあ、招待限定セッション、他のプレイヤーに邪魔されないとか、まあ、そういった感じで、無操作体質にならないように、必ず東の山を見ておきながら、まあ、このようにずーっとね、えー、放置、放置というか、ま、待機してください。時間。で、ゲーム内の48分で丸1日かかりますので、まあ、大体1時間が2分ぐらいという思ってください。 で、このままずーっと待機して、じゃあ18時50分ぐらいになったら動き出してください。一応乗り物に乗って放置した人は三角で降りたりして、必ずこの時も東の山をずーっと見ておきます。頂上を見ておきます。で、携帯で時間見てください。今18時55、56、57となっています。で、ここ19時01分ぐらいかな。19時ぴったりだと良くないかもしれないんで、01分ぐらいになったら、ここで携帯閉じて、 スナイパー持って振り返る。そして素早くギタートルネード先頭の方にいます。で、左ハンドルなので左側にいる運転手頭を打ち抜きます。すると必ず警察いますので手配度つきます。あとカーゴボーに乗って、まあ、あとはレスターで手配度を消すでもいいし、まあ、c o セキュリティサーブのスキル。これでね、特技を買収するでもいいです。まず手配度を下げてください。 この時視点もあんまり違うとこばっか見ないようにして、なるべくギタートルネードから目を離さないようにします。こういった野良車両で出現するものとかっていうのは、基本的にね、視点をね、ずーっとなるべく見る。あと離れすぎない。で、右十字キーでフックを下ろして、車体の真ん中ぐらいにフックが引っかかればこのようにね、引っ掛けることできます。あとはロスサントスカスタムとか、近くのね、えー、カスタム屋に持ってったりとかして、で、 まずですね、NPC 乗っかってると多分ロスサントスカスタムとかガレージとか入んなかったりすると思うので、とりあえず下ろします。次にロスサントスカスタムに行き、あとは保証のプランですね。2つ入っちゃってください。まず一番上のところのね、えー、まあ、損害、トラッカー自分のものにしますよ。そしてフル保証プランは、爆発しても何度も直せますよっていう保険かけます。これで完全自分のものになり、失うことがない状態になります。 じゃあ、この車両、全然今カスタム項目なかったですよね。先ほどと同じくアベンジャー、もしくは機動作センターの乗り物ワークショップとかでカスタムすることができるんです。アーマーとか、まあ、ホーンも変えることできる。ライトの色も変えることが可能となっています。さらにこの車両、ペイント、えー、2種類ね、メインカラーとサブカラーで上と下に分かれているんですけれども、もともと錆びているね、えー、まあ、えー、感じになってますので、 えー、これは色をね、どんな色にするかによってもかなり表現変わってきます。とりあえず今回はね、シンプルに、まあ、黒っていうふうにやりますけれども、まあ、メタリックとかやってもあんまり表現がね、わかりづらいかもしれない。若干、若干テカるかなぐらいですかね。まあ、ぜひいろんな、ね、色の組み合わせ作ってみてください。なかなか奇抜なものもできるし、おしゃれに。 シンプルなものも作れると思います。あとはナンバープレートとかも自分でいじくることができるし、車高も下げることができる。そしてターボも入れることができる。ホイールも変えることができますので、まあ自分で合いそうだなーっていうホイールね、入れてもいいかな。まあ結構ローライダーなんか入れてもね、意外とこの車両は似合いますので、ぜひいろんなカスタム試してみてください。というわけでですね、今回は2台の車両、普段インターネット上で販売されていない車両を無料または 激安お得に入手する。そして、その車両は全然カスタムできないんですけれども、それをなんとかカスタムしてしまう方法を、えー、紹介しました。まあ、これ以外にもね、えー、こういった、えー、車両とかはまだまだあるかもしれません。まあ、ぜひね、こんな車両もおすすめですよとか、こんなね、激レア車両もありますよとかね、知っている方いたら、ぜひコメント、えー、入れてみてください。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタン。 よろしくお願いします。